皆さんこんばんはただいまよりデニー知事トークキャラバン,ン留国大学を開催いたします昨日沖縄県知事の玉城デニーさんはコメントを発表していますそのコメントの中で沖縄県の苦難の歴史に一層の苦難を加えることが起きた いうことを去年の昨日のです、ね、コメントに発表されれておられます、えー、記事の問題について関心を寄せておられる方あるいは今日は大学での開催ですので、えー、沖縄の記事の問題って聞いたことあるけれどもどんな問題なのかな苦難の歴史っていうコメントを出すなんてどんなことなんだろうというようなことをです、ね、思っている方が今日はあたくさん集まってくださっているかなというふうに思います。 このデニー知事のトークキャラバンというのは全国に沖縄の米軍基地の問題を少しでも知ってもらいたい人事ではなくて自分事と,として基地の問題を考えてもらいたいということで。 沖縄県の主催で、えー、この数年にわたって全国各地で行われてきたものになりますそしてぜひ若い方に考えていただきたいということで今回はあこちら龍谷大学のご協力を得まして、えー、こちらの大学で今日キャンパスの中で開催をすることができたということになりますここでちょっと司会特権でですね質問をしたいと思います苦難のの歴史にですね沖縄の おもう一つ苦難を加えてしまったと加えられてしまったというふうに沖縄県の知事が言ったということなんですが知事がこれからお話しされる際の前提条件になるかなと思うのでまずこの中でですね特に学生さんなんですけれども沖縄に行ったことがあるよという方どのぐらいいらっしゃいますか手を挙げていただけますか多いいでででですすすすねねね修学旅行ととかですか、ね、ありががうございますそしたらです、ね、昨日なんで知事が 苦難の歴史に苦難を加えられたよっていうコメントを出さなきゃいけなかったのかニュースで何か見たよ聞いたよっていうことがある方っていうのはどのくらいいらっしゃいますで ありがとうございますでは今日はですねあの今その苦難が何なのかなって分からないなっていう方もたくさんいらっしゃったので、えー、知事から後でたくさんお話が聞けるかなと思うのでみんなで勉強していけたらいいなというふうに思いますではまず初めにですね今回は龍谷大学のご協力がなければこのートークキャラバンの開催はできませんでした本当にご協力ありがとうございます龍谷、えー、大学の法学会会長丹羽徹教授からお話をいただきますどうぞよろしく お願いいたします。えっと皆さんこんばんは。えー、ここんあのもう暗くなっている時間にあの、えー、たくさんお集まりいただきありがとうございました。えっと本日は、えー、沖縄の、えー、玉城デニー知事をまあお迎えしてということになるんですけれども、えー、トークキャラバンをずっとされている中で、えー、ぜひ。 大学で若者たちと交流をしたいというか意見交換したいというかそういうことの申し出がありましてそれで本学で受けられるかどうかということを検討して法学会として共催という形での今日の講演会「トークキャラバーを行うと。 ということになりましたもうすでにあの、えー、司会の方からあの、えー、この間の事情というのをあのお話しされて、えー、いますのであのそ,れそれ以上は言いませんけれどもあの今,今言いましたようにですねわざわざ大学であの開催をするということの意味をですね特にあの学生の皆さんには是非、えー、考えていただきあのえー 玉城知事のあの講演がこの後あるんですけれども、あのお手元に質問用紙があると思います。あの学生の皆さんからの質問をあのなるべくたくさんそれに答えたいと。 いうことですので、ぜひ積極的に書いていただきたいというふうに思います。学生の以外以外の方が書いていけないというわけではありませんけれども、あの後で取り上げるときには学生の質問を優先的に取り上げるということを先ほどの打ち合わせでこちらとしてはあの決めていますので、ぜひ皆さんあの素朴な疑問からですね、かなり厳しいあの質問も。 ですね、ひょっとしたらあるかもしれませんけれどもあのぜひ積極的に書いていただいて、えー、これからの学びのですね、えー、学びを進めるにあたっての,あの、まあ、きっかけになればいいかなというふうに思っていますので、えー、よろししくお願いします、えー、そんなに長い時間ではありませんけれども、えー、最後までお付き合いいただければというふうに思います。えー、開会の挨拶として、えーえー とさせていただきます。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。丹羽 <拍手 S 1> 徹先生、ありがとうございました。今日のスケジュールを少しご紹介をさせていただきたいというふうに思います。まず初めに、玉城デニー一時から、あ、四十五分間、お話をいただきます。 それからこちらの会場に今駆けつけてくださっております東京の学生さん慶応大学の2年生2回生の崎浜さんそれからごめんなさいその前にですねこちら龍谷大学の本田滝雄教授のお話をいただき崎浜さんのお話をいただいてその後に質疑応答の時間という形にしたいというふうに思います。 で手元にですね今先生がおっしゃってくださったように質問用紙があるかなというふうに思うんですがこちらの質問用紙にですねぜひ皆さんの質問を書いていただければと思います。 7時の公演が45分続きますので約そうですね7時頃にですねだいたい7時頃に質問用紙の開始を私の方からまた告知をさせていただきますのでそうしましたら会場を質問回収係が回収の袋かな箱かなを持って回りますのでそちらに質問用紙を入れていただければという,ふうに思います。 えー、そして、その質疑応と私の方がですね皆様からお寄せいただいた質問をいくつか選ばせていただいて知事あるいは他のお二人の登壇者に投げさせていただいてディスカッションをしながらあ30分もいかないかなあ時間が許す限り議論をさせていただいて、えー、そしておしまいとおそういった流れになっておりますのでよろしくお願いいたします。 それから今日はですね本当に短い告知期間だったんですけれどもたくさんの方に会場にお越しいただきまして本当にありがとうございます、えー、京都中あるいは関西中から駆けつけてくださった方多いかなと思います心から感謝を申し上げますそして学生さんもあのもうこんな遅い時間なのに大学に残ってくださって参加をしてくださってありがとうございます、えー、席なんですが前の方に学生さんに座っていただいていて後ろに一般の参加者の方に参加をしていただいているとそういう形になりますのでよろしくお願い いたします、えー、以上事務事項なんですが申し遅れましたけれども私は本日の司会の担当をさせていただきます新外交イニシアチブ ND という団体の代表しております弁護士の猿田さよと申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速ですけれどもデニー知事のお話を伺っていきましょう沖縄県知事の玉城デニーさんです皆さん拍手をお願いいたします ハイぐすうようヨウ中ウガナビラ皆さんこんばんは沖縄県知事の玉城デニーディイチョイビンミイシッチョウティクミ沖縄県知事の玉城デニーと申しますどうぞお見知りおきくださいよろしくお願いいたします <laughs> あの私の講演に先立ちまして、えー、1月1日に発生いたしました能登、えー、半島の地震においてお亡くなりになられた方々 にご冥福をお祈り申し上げますとともに被災された方々に心からお見舞いを申し上げますまた、えー、なお多くの行方不明の方々がいらっしゃいます、えー、一刻も早く救助されることを心から願っております沖縄県としても全国知事会と連携をして必要な支援を迅速に行っていきたいということで支援対策本部を立ち上げて民間の方々県民の皆さんと一緒にこの被災された方々の本当にあの。 一刻も早い平安な時間が取り戻せるよう支援をしていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします本日は東北キャラバン任留国大学にご参加いただきありがとうございますこのトークキャラバンは先ほどサルタさんからもありましたとおり沖縄県の基地問題と基地負担の現状中でも喫緊の課題であります普天間飛行場の危険性の除去それから今進められている辺野古新基地建設問題ほか 日米の地位協定や民主主義、人権、地方自治の問題など、全国の皆さんに沖縄に起きる現状を伝え、これらの問題について、日本国民である皆さんお一人お一人に自分ごととして考えていただき、ではその考えに基づいて、どのように発信をしていただく、あるいは行動していただくことが大切なのかという、私の思いをお伝えさせていただいております。 今回は留国大学での開催にあたって龍谷大学法学会および本田拓雄教授それから、えー、先ほどはあのこの大学の、えー、と院長先生としてるんでしょうかあの先生にも学長学長先生ですねご挨拶をさせていただいて本当に龍谷大学でこのような トークキャラバンができるということは私にとっても本当に、えー、光栄の限りであります今日はどうぞよろしくお願いいたします今回のトークキャラバンは沖縄県外の若い特に若い世代これからこの国を作っていく方々これから自分の人生を切り開いていく方々に特に、えー、しっかりと受け止めていただけるように、えー、丁寧にお話をさせていただきたいと思います国土面積の約0.6% しかありません沖縄県に日本全体の約70.3%の米軍施設専用面積が集中し続けています基地から派生する事件、事故環境問題が県民の安全安心な生活を脅かしていること日米地位協定により国内法が適用されないなどこのような問題があるということはなかなか皆さんの普段の生活では考える機会がないかもしれません。 県民の8割以上が暮らす沖縄本島中南部の市街地にある世界一危険と言われている普天間飛行場、これは多くの県民も一日も早い危険性の除去を願っています、それは日本政府も同じです、普天間の一日も早い危険性の除去、これは政府にとっても課題だと言っているんです、しかし、辺野古が唯一という答えを繰り返しています、辺野古が唯一、最短でもあと12年かかると言われています、私は12年で絶対できないと思っています。 ということは、あと12年、われわれ県民や辺野古、えー、普天間基地がある宜野湾市民は12年基地が固定化されてしまうわけです。日本政府はこの12年間の間に必ず運用停止をするという、えー、中山知事と交わした約束すら実現できていません。 辺野古が唯一という言葉だけを繰り返しています本当にそれが唯一なのかどうか沖縄の現状もしっかりと伝えながら皆さんに、えー、自分ごととして考えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますすみませんあの忘れてましたストップウォッチ動かしましょうね <laughs> はい。なるべくあのきっちりとできるだけちょっと早い時間で終わって皆さんとの意見交換の時間を作れればいいなと思っていますあの私は1959年の10月生まれです 沖縄本島中部の今のうるま市というところは元は西2町が合併する前の与那ク村というところで生まれましたそして沖縄本島中部で幼少期を過ごして成長いたしましたあの私の父はその当時沖縄に駐留していた海兵隊員です私の母は日本人ウチナアンチュですね、えー、ですから本来あの 父母は父と一緒に結婚してアメリカに行くということを約束していたんですがその時にお腹の中に私がいたもんですから私が生まれてから行きますからねということで約束をしていたんですけれども結果的には私が生まれて2歳ぐらいの時にもう周りの皆さんからも説得されアメリカに行っても苦労するかもしれないという思いになってしまい父にはもうアメリカには行きませんという手紙を書いて。 以来私は、まあ、沖縄でずっと生まれ育った人間でありますですからあの自分は英語の,あの生活環境でもありませんし多くの日本人の方々がそうでありますように中学高校で英語を勉強しても英語がペラペラにしゃべれるというわけではありませんただあまあ必要に応じて片言の,あの英語を勉強しながら、まあ、勉強というか、えー、覚えながら、えー、青春時代を過ごし ロックバンドのボーカルをさせていただきいろんな形でアメリカの文化や音楽にも触れさせていただき私はそういうアメリカの文化も非常にその感銘を受けた世代の一人ですそして日米の安保体制は認めている考え方ですそれはこの間ま日本が高度経済成長を遂げるにあたっては あの沖縄を含めて日本全体がアメリカとの良好な関係の中でその国力を培ってきたということに鑑みてそのようなことを私は認めているわけですしかし本土では米軍基地がどんどん削減されていることに逆比例といいますか逆に沖縄では米軍基地のウエイトがどんどん 戦争が終わった後の1950年代になってからも増えてまいりました私は沖縄で働いている方々特に基地で働いている方々やこの米兵を相手になりわいを立てていらっしゃる方々はあのこの生活と基地問題は常に隣,隣り合わせのものだということを小さい頃から見て育ってきていますですから私がお話をしますこの基地問題についてはそのような 一人の沖縄県民としてのその生活の背景も乗っかっているということも合わせて汲み取っていただければと思います。はじめに基地ができた歴史的背景と基地負担の現状についてお話しいたしましょう。 1939年から始まった第二次世界大戦、まあ、ちょっと古い話になりますけども、そこから話をしないと、現代の沖縄につながらないというのが、沖縄の現状です。あの今日は皆様の資料に、この沖縄県が発行しています、Q、Q&A という本もお配りしているかと思います、まあ、後ほど丁寧に読んでいただければいいかと思いますが、私も話をさせていただきながら、何ページにその資料が載っていますよというご案内もしますので、その時にはちょっと開いて参考になさってください。 沖縄では鉄の暴風と呼ばれる史上稀まれに見る地上戦が行われました県民の4人に1人が亡くなり沖縄県はもう焦土と化したそういう凄まじい戦争を体験しています沖縄に上陸した米軍は住民をすべての住民を捕虜収容所に一旦隔離をし一,一人いなくしてから自分たちがここが基地の建設に適しているという場所を占領して基地建設をスタートしましたそれが 沖縄ののの戦後の基地建設の始まりですそして1952年サンフランシスコ講和条約により日本は独立国として主権を回復いたしますが沖縄は主権を回復した日本本土からは切り離されてその後も1527年間米軍の私政権下の中に置かれています。 日本本土では、えー、反対運動が高まることによって、えー、基地の整理・縮小が進みましたが日本本土から出ていった米軍はその当時米軍が市政献花に置いていた沖縄に新しい米軍基地を建設していきましたしかしそこにはもう沖縄の住民が住んでいる家があり、ね、その生活の糧を得ている畑などもあったわけです銃犬とブルゾーザーと呼ばれる、えー、その強制的な 立ちのきは非常に激しい、えー、抵抗運動沖縄の中でも、えー、今も使われておりますけれども島ぐるみ闘争という、えー、運動として、えー、県内に展開してまいりましたしかしその間、まあ、米軍は、えー、沖縄とそして1965年から 米軍も乗り込んでいったベトナム戦争の激化する状況の中で沖縄県内の米軍基地あるがゆえの事件事故はどんどん増えていったわけです1970年私その時小学校6年生でしたけれどもある土曜日の夜に起こった事件がコザ暴動と呼ばれる事件ですあの アメリカ人が運転する車両が道路横断中の男性を跳ねて怪我を負わせた事故がきっかけとなり憲兵隊がここのえ集まってきた群衆を蹴散らすために威嚇するために拳銃をパンパンと撃ったんですねそ,れその音に反応させられてこのままでは自分たちがやられてしまうと言って、えー、米軍車両をあの焼き払えと。 いうことでその時に居合わせた多くの、えー、住民の方々が焼き打ちをしたのがこの、えー、小座騒動です私は日曜日の朝早く現場に行ってたくさんの群衆が誰一人言葉を発することなくその見つめ続けているゴムの焼ける匂いやオイルの焼ける匂いが漂う現場を今でも鮮明に覚えていますあのウクライナの都市が空爆されたその時の いわゆるドローンで映した映像を見たときに、私の脳裏には1970年のあのコザ暴動のシーンがよみがえりました、あの時も、子どもの時も私は戦争が始まったんじゃないかと思うぐらいの恐怖心を持ちましたけれども、あの時の沖縄県民はとにかく米軍の姿政喧嘩の中で何とか人権を取り戻したい、法のもとに平等な暮らしを実現したいという思いが、いわゆる火山のマグマのようにたぎっていたわけですね。 基地あるがゆえの筆舌に尽くしがたい被害を経験した県民は、戦後27年間、実現されなかった県民の切なる思いとして、今でも基地のない平和な島、沖縄を取り戻したいという願いを持っています。しかし、現実的には、日本の約6%に6、0.6%に70.3%の基地が集中しています。この円グラフ 真ん中の青い部分が沖縄県 70.、70.3%です、次がオレンジの青森県9、9%、そして神奈川県が5.6%、東京が5%、山口県3%、長崎1.7%というように、あまりにも沖縄に米軍基地が集中しているということが、このような状況がずっと続いているということも、この数字からも皆さんに伝わると思います。 沖縄県内にある米軍専用施設の面積は約1万8483ヘクタール。およそ1万8000ヘクタールですね。これは京都市の面積の約22%になります。つまり京都市の22%が米軍に取られているということを想像してみてください。あの場所かもしれない。あのお寺さんが取られていたかもしれない。皆さんのキャンパスのあの場所が米軍に取られているかもしれない。そういうことをぜひ。 京都市内の22%の場所、土地を米軍が占領しているということをちょっと想像していただきたいと思います。広大な米軍基地が住民生活と隣り合わせの上、えー、事件、事故、騒音、えー、暮らしなどに大きな影響を与えています。訓練や演習に伴う航空機事故は後を絶ちませんが、えー 1959年、私は10月までですが、その前の6月に起こったのが、米軍のジェット機が小学校に墜落炎上し、児童11人を含む17人の死者と210人の重軽傷者を出した事故、宮森小学校ジェット機墜落事故です。また、1965年には落下山を取り付けたトレーラーが、えー、住民地域に落下をし、女の子が下敷きになって亡くなっています。近年年の例を挙げますと2004年 宜野湾市の沖縄国際大学に隣接する普天間基地に所属する海兵隊のヘリコプターが墜落する事故、2016年には名護市阿武野沿岸での、えー、オスプレイの墜落事故、墜落、私たちはクラッシュ、墜落だと思っているんですが、なんと米軍やあ日本政府はこのようにバラバラになった機体を見ても、不、え、時、ー、着水、ハードランディングと言っています。一体どこが 不時着水、再び飛び立てる状態になっているというんでしょう。というようなことからも、この報道のあり方に私たちは常に、えー、注視していかなければいけないという状況に置かれています。子どもたちが安全で安心して学ぶ環境である学校で、えー、実はこれも普天間第二小学校、つまり普天間基地のすぐ隣にある小学校ですが、そこに所属する CH53 という大型ヘリコプターから窓枠が体育の授業中に落下しました。幸い 誰も怪我人はいなかったんですがその後で作られたのが学校の,その子どもたちが逃げることができるこのシェルターです日本のどこに体育の授業中に子どもたちが校庭で授業しているあるいは休み時間に遊んでいる時にヘリコプターが上空を飛んだら逃げなければいけないというシェルターが作られている小学校どこにあるんでしょうこれが今の沖縄の現状の一つでもありますこういう現状について多くの沖縄県民が 怒りの声をこれまで上げ続けてきたことを皆さんにもぜひ想像していただきたいと思います2019年海軍兵が女性を殺害した後自殺する事件も発生しましたこの間2022年末までに発生した米軍人軍属等による刑法犯罪は6163件です6163件のうち殺人 強盗、強姦などの凶悪犯は584件発生しています1995年には小学生の女の子が米兵3人に暴行される事件が発生し大規模な抗議集会が行われましたこの米軍基地は実は環境の面でも深刻な影響をもたらしています普天間飛行場や風良飛行場の周辺では常駐機に加え外来機による昼夜を問わない訓練による騒音排気ガスの悪臭 地域住民の生活に今でも甚大な被害を与えています。基地内からの航空機燃料やディーゼルオイルなどの流出による水域等の汚染もたびたび発生しています。そして河川、海域、土壌などの自然環境を汚染することはもとより県民の生活や健康への影響も懸念されています。え加ええて次ののスライドをご覧くくださいいこれはでですすねちょっと見えにくいんですが普天間飛行場の 上が北下が北下南になっていますそして普天間基地は高台に作られていますので高台から低い地域に向かって普天間基地の地下に流れている水脈の水が流れていきますそれがこのスライドを見た左側に紫の矢印が書いてあるんですがあそこの方向に高い位置にある普天間基地の地下に流れている水脈が流れていくんです。でここのの図をご覧くださいこの右側は 普天間基地の上流にある川や井戸から測ったいわゆるそのピーホスの値ですここののグリーーンやブルーは全部この値が低くなってていいる場所を示していますところが下の下流の部分あの赤い枠で囲まれているところそれからオレンジの枠で囲まれているところ紫の枠で囲まれているところはピーホスの値が異常に高いんです だから我々は普天間基地もその嘉手ナ基地も基地の中が汚染の原因ではないかだから調べさせてほしいということを何度も申し入れていますしかし一度もこの申し入れが実現できたことはありません2020年,20年には普天間飛行場から PFOS を含む泡消火剤14万リットル余りが基地の外に流れ出るという事故が発生しています 2021年普天間飛行場内に残っていた PFOS を含む水の処理方法についてではこの水をどうやって処理しようかということを日米で協議している最中に米軍がこの水6万リットル余りを一方的に公共下水道に放出しましたこれがその時の泡を含む PFOS が流れ出た状況です話し合いをしている最中にもかかわらずこういうことを平気でやられてしまう それを止めることができないこのことについて多くの市民の皆さんが命の水の問題は私たちの赤ちゃんや子どもたちの命の問題でもあると非常にそのことを深刻に考えたくさんの方々が大きな声を上げ続けています今年7月ハワイを訪れホノロル市の水道局長らとハワイにある米海軍の油をためるタンク貯油施設がありますレッドヒルで起こった ジェット燃料の流出事故及び PFOS を含む製品の流出事故についての対応について意見交換を行ってきました。ホノルル市の水道局は2021年の事故発覚後、住民への情報提供を徹底して行うとともにハワイ州や国を巻き込んで米軍側と折衝したそうでございます。その結果、事故があったレッドヒル施設については2027年までに撤去し、 燃料施設の閉鎖を行うことが決定したそうです水源の水質監視についても米軍がこの水質を監視をしてその結果を公表するということも約束させたそうです米国内と国外における米軍基地の状況がこんなにも食い違っているということについて皆さんにちょっとこの Q&A のページを開いていただきたいと思います,、えーとですね、ページの15ページになると思いますよろしくお願いいたします 日米地位協定の問題をちょっとお話をさせてください日米地位協定は、えー、在日米軍による施設、区域の使用を認めた日米安全保障条約第6条を受けて施設や区域の使用のあり方や日本における米軍の地位について定められている条約です日米地位協定は実は締結から一度も正式に改正されないまま経過しています在日米軍には 日本の国内法は原則として適用されないなど、社会情勢の変化や人権、環境問題などに対する意識の高まりの中で、時代の要求や国民の要望にもそぐわないものになっています。先ほど説明した PFOS に関する米軍基地内での立ち入り調査ですが、米軍施設の管理権は、この日米地位協定によると、米軍にあり、自治体の基地内への立ち入り権が確保されず、不平等な状況にあるため、高濃度の PFOS が検出されても、 我々自治体がその原因を究明することはできませんまた刑事裁判権についても身柄の移転についてこれまで運用改善が図られているもののあくまでの米側の裁量に委ねられてい,くいるわけです。えっと、これの地位協定のこれはですね、えっと、15ページの、えっと、オレンジの枠を見てください。これを見るとよくわかると思いますけど沖縄県では米軍に対する米軍を受け入れている国の それぞれの国内法の適用や基地の管理権、訓練や演習に対する受け入れ国がどのように関与しているのか航空機事故が起きた場合どのような対応をしているのかということの4つの観点から他国の状況を調査してまいりました、えー、平成30年、平成31年にはヨーロッパ令和3年にはオーストラリア、フィリピン令和5年には韓国を調べてその協定調査報告書の公表を行ってきましたその結果 いわゆる NATO に加盟するドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスや米軍を訪問軍として受け入れるフィリピン、オーストラリアでは航空法などの自分の国の法律や規則を米軍にも適用させ米軍の活動をコントロールしているということが分かりましたが日本はどうでしょう、見てください、国内法も管理権も訓練、演習や航空機事故についてもすべて米軍任せです。国内法が適用できません。 ですから、米軍がこの空を使いたいといえば、事前にその情報提供がなくとも自由に飛ぶことができる、それが日本の空の現状であり、海の現状でもあります、沖縄だけではありません、これは日本国内の、日本国民の問題です。ですから、沖縄県では日米両政府に対して何度も地位協定の抜本的な見直しを求めてきましたが、いまだ実現されていません。 さて今度はちょっと経済についての話をさせてください、えー、17ページ18ページあたりを、えー、開けていただくと分かると思いますまずは17ページをご覧ください沖縄県の経済は米軍基地経済に大きく依存しているのではないですかという質問をよく受けます実はところが1965年は米軍基地の依存度が30%だったこの沖縄県内経済に対する この影響は現在2019年は約5.5%と5%程度にしかすぎませんこの米軍基地の収入よりも基地が返還されてその跡地を利用する方が何倍もあの雇用も経済も良くなっていくということを後ほどお話ししたいと思います県民の8割以上が暮らす沖縄本島中南部にある米海兵隊の特に普天間基地の周辺は市街地の中心部に位置しその周辺には 学校や公共施設など、えー、住宅が数多く存在していて、周辺住民に深刻な影響を及ぼす世界一危険な基地と言われています。先ほども説明した通り、これは沖縄国際大学にヘリコプターが墜落したときの2004年8月14日の、えー、事故が起こったときの写真です。普天間第二小学校にヘリの部品が落下する、米軍のヘリが、えー、落下、炎上する。 そして昼夜を問わない航空機騒音沖縄県は日米両政府に対して普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早いこの危険性を取り除いてくれということをこの間、えー、それを実現するよう強く求めています日米両政府も普天間飛行場の危険性を認識しこの飛行場の移設を計画しましたしかし日米両政府が出した計画は沖縄の 辺野古大浦湾を埋め立てて新たな基地を新たな機能を持っている基地を建設するというものでしたこれはかつての辺野古大浦湾の姿です今やもうこの姿はありません向かって左側の辺野古側の比較的浅い海から埋め立ての工事が始まりこの浅い海の工事はほぼ99%終わっていますそして昨日大執行によって沖縄県の権限を取り上げた国によって 今度は大浦湾側この写真の右側の方ですね大浦湾側の方にえー土砂を投入するというその工事が強行されました今ちょっと今日の沖縄の新聞を皆さんにここでちょっとお見せしたいと思います本当は写真撮って紹介できればよかったんですけどパッとお見せしますのでご覧ください一つは沖縄タイムスもう一つは琉球新報最初に琉球新報から見せますね ここれれが琉球新報の第1面ですすうういいううに大きく掲載されています沖縄県はこれまで何度も後ほどあの本田先生からもお話をしていただきますけどあの沖縄県民の尾長知事私の前の尾長知事の県知事選挙私の2回の県知事選挙も争点となった辺野古新基地建設反対の民意そして2019年2月に行われた県民の 50%以上が投票に参加をしその投票の約70%以上の方々が反対と民意を示したこの辺野古の新基地建設のための埋め立て反対の民意をことごとく覆していますそしてもう一つは沖縄タイムスです沖縄タイムスはちょっと広げてくださいこのように、えー、皆さんから見て左手側は通常はテレビ欄テレビの広告欄が載っているんですが 沖縄タイムスはそのテレビ欄もこのような沖縄県の現状を一面とテレビ欄の両面を見開きの形で掲載しています皆さん昨日今日どのぐらいこの状況沖縄におけるこれまで行ってこなかった国が都道府県の権限を取り上げて自らこの埋め立ての不承認を取り消し承認して 工事を強行するということのこの出来事をどれだけこの国のメディアは皆さんにきちんと報道したんでしょうかぜひそのことも後でまたいろいろ検索して皆さんでたどってみていただきたいと思いますこのようにこの移設計画は普天間飛行場にはない掲線機能付きの護岸や弾薬搭載エリア日本の滑走路などの新たな機能が整備されるなど 代替大体施設ではなく新たな基地を建設するものだということで沖縄の過重な基地負担これまで沖縄に負担を強い続けてきた県民からすれば強いられ続けてきた苦難の歴史を大執行訴訟によってまたその大きな苦難を沖縄県民に付け加えようとするということを昨日、私はコメントとしてそのことを強く言わざるを得ませんでした。 日米両政府は辺野古が唯一の解決策との姿勢を変えず県民の思いを顧みることなく新基地建設を強行しています辺野古新基地建設工事はキャンプシュワーブというアメリカの海兵隊の基地の沖合を埋め立て新たな基地を作るというもので先ほども申し上げました比較的浅い側の辺野古はどんどん埋め立てが進んでいてもう99%埋め立てが終わっていますそしてまあ1月1日に能登半島で あの地震と津波によって多くの方々が今でも2万7000人余りの方々が避難せざるを得ないという状況の中でその状況で国は沖縄では大執行の手続きが得られたということで埋め立て工事を強行しています今国が取るべきことは何なんでしょうやるべきこととは何なんでしょうなぜ このよううなな不条理な状況が起ここっているんでしょうこの辺野古の新基地建設も実はこの大浦湾側には非常に大きな問題軟弱地盤を埋め立てて工事をしなければならないという問題がありますがこの辺野古基地の建設予定地である辺野古大浦湾は生物多様性の極めて高い場所でもありますこの海域では国指定天然記念物のジュゴンをはじめとする絶滅危惧種262種二種を含む 5, 種以上の生物が確認されていますこのうち1300種はまだ分類されていないので新しい種類かもしれないというような期待があるんだそうですこの海域の自然環境の重要性は日本生態系学会をはじめとした19もの学会の共同声明でも指摘されていますそしてこの国の省庁の一つである環境省はこの海域を ラムサウル条約の登録湿地の国際基準を満たす潜在広報地として生物多様性の観点から重要性の高い海域の一つとして抽出している認めているわけです環境省が生物多様性の地域として認めている海をなぜ埋め立てる必要があるんでしょうこの海はこれまで長い年月にかかって作られてきた自然の営みが織りなす 多様性の宝庫なんですそれを潰すということが未来の世代に対してどれだけの失われていくものを二度と取り戻せないものを壊そうとしているのかということも残念ながらそれが現実として行われています。シルビア・アール博士が率いるアメリカの環境 NGO ミッションブルーが大浦湾とその周辺海域一帯を希少なアオサンゴの群落やジュゴンを含む数千種の生物が生息する重要な 生物多様性の海域だと評価をし2019年10月日本で初めて希望の海ホープスポットとして登録をいたしましたこの辺野古大浦湾の自然環境は本来次世代に引き継いでいかなければならない私たちのかけがえのない貴重な財産であると考えていますそして先ほど申し上げましたがこの辺野古新基地建設については大きな問題があります辺野古新基地建設のこのこ 大浦湾側の地盤改良区域となっているオレンジ色の部分オレンジ色の部分は実はこの水面からあの茶色い部分が7 0メートル最も深いところで9 0メートルまで軟弱マヨネーズ並みと言われている軟弱地盤が広域にわたって存在するためこの 軟弱地盤だけでも1万本余りの砂でできた杭を打ち込まなければならないこの大浦湾側全体では7万1000本の直径1 6メートルから 2m の砂でできた杭を打ち込まないといけないそういう難工事をしなければいけません最も深い場所では水面下9 0メートルにまで達しますそしてこの地盤改良に伴い実は地盤が最大 今の地盤、この茶色い地盤から最大で14メートルも盛り上がると言われています。これだけの大幅な地盤改良工事を行っても沖縄防衛局つまり防衛省沖縄局は、えー、環境の影響にはそんなに大きな問題は生じないと我々が不承認の理由の一つにした甚大な環境被害が起こる恐れを こういう水面埋め立て法の法律に基づいて私たちが指摘していることに対して丁寧かつ適切な回答を寄せた内容にはなっておりませんそしてこの水面下9 0ルは実はこの次のスライドをご覧くださいこの日本の滑走路のうちの一番端っこのポイント B27 地点ここが水面下9 0ルの一番下まで 軟弱地盤が広がっているというポイントになっているんですが沖縄防衛局はこの B27 地点のボーリングの調査結果を出していません調査しているかどうかすら明らかにしていませんそうではなくそこから同じ地層になっているので3 0 0ル離れた地点のこの地層から判断すればこの B27 ポイントの部分は改良工事をすれば何も問題がないという答えをしています 皆さんがお家を作る時に1億円かけて家を作ろうというときにこの土地の一区画南側の一区画が調査をしてもここが頑丈かどうかわからないという施工業者に安心して1億円の工事を任せますか単純に考えるとそういうことなんです。皆さんの税金で行われる公共事業が調査報告もなしに認められようとしているということについて本来ならその内容について 裁判所はもっと明確に防衛局に対してその詳細を求めるべきであり沖縄県のそのような要求について司法は明確にその県民の考え沖縄県の考えについて明確な答えを求めるべきであろうというように我々は考えていたわけですさらに新基地建設予定地の直下とその近くには2つの断層が存在しています右側が側断層 そして地盤改良区域を通っているのが辺野古断層、地質学の専門家がここにはこの活断層が走っているという恐れがあるというようにそのリスクを指摘しています新基地建設予定地には辺野古側の比較的浅い地盤つまり地盤が安定している部分と大浦湾側の地盤が安定しない深い場所まで埋めなければいけないという2つの地盤がこの地盤 重さがががかかるるる影響が異なる部分があると言われています。そのために地盤沈下が起こる時には一律で起こるのではなく不動沈下同じような地盤沈下は起こらないというように指摘もされていますですから仮に仮に最短で12年かけて工事が完成し米軍に引き渡したとしてもこの維持管理には米軍は莫大な管理費用を捻出しなければならないのではないか。 私はアメリカに行ったときに、米国の議員に対しても、このことを皆さんは予算,の予算の組み立てる権限を持っているアメリカ議会として、そのことをきちんと調査をするべきであるということを申し入れましたし、米軍の議会調査局は、レポートの中で沖縄県がそのように指摘をしているということも明確に明記をし、議会に報告をしています。辺野古新基地建設は多くの課題が あって必ずしもその基地の移設先に適切な場所ではありませんあの先ほど申し上げました通りこれまでの沖縄県と国との間では裁判が行われていますまあ裁判の話をすると非常に難しいので後ほど本田先生から簡単にかいつまんでその状況国による不条理や不正義がどういうものであるかということを話をしていただきたいと思いますが 国の代執行は沖縄県の自主性および自立性を損害し侵害し多くの県民の民意に反するものです国と地方公共団体との関係を対等協力の関係とした地方文献改革の成果すらも無駄なものにし上下主従の関係に逆行させてしまうことになりかねません国が本来果たすべき役割に係る事務を法律や政令によって地方公共団体にその事務処理が 義務付けられている法廷自宅事務においても我々は当該事務所について法的な解釈が異なった場合私たちは法律の解釈で不承認としたんですが国は承認せよというように解釈をした場合その国の解釈だけが認められる沖縄県の訴えは裁判で取り上げられすらされないということについて非常に地方自治を否定する問題が 生じてしまっているそれが全国に広がってしまうことを我々は非常に強く懸念しています昨年9月スイスジュネーブで開催された国連人権理事会の本会議に出席し沖縄に米軍基地が集中している状況や県民の平和を寄求する思いなどをスピーチさせていただいたほか米軍基地による人権自治環境問題などをテーマにした講演会を開催させていただきましたこれらの問題は沖縄だけの問題ではなく 人権民主主義環境の問題であり米軍を受け入れているそれぞれの国や地域とも共通関連する問題であるということを国際社会で訴えさせていただきました国連関係者との面談では多くの示唆をいただき私が本当に最も多くの方々と話をして心に残っているのは国際社会において課題解決のために最も重要なことそれは 対話であるとすべての方々がそう答えられたことですこの国に対話が存在するのであればもっと早く辺野古の問題や普天間の問題は解決の道筋を探るための対等な協力関係が築かれていたであろうというように思います私は引き続き国際社会に対しても沖縄の基地負担の軽減辺野古新基地建設問題国連関係者の沖縄への招兵など県の取り組みを後押しする国際世論の 形成につながるようそして沖縄県はこれまで1900年代の国の政策移民による海外への移民政策によって多くの国々に移民の歴史を作ってまいりました私たちはそれをウチナーネットワークと呼んでいます。 世界のの国々に42万人り沖縄県では県の自立的発展と県民一人一人が豊かさを実感できる社会の実現を目指す上で東アジアをはじめアジア太平洋地域の平和と安定が必要だと考えていますこのため我々は沖縄が持っている独特の歴史や伝統文化自然など 私たちはこれをソフトパワーと呼んでいますがそのソフトパワーを活用してアジア太平洋地域の平和の構築に貢献し持続的な発展に貢献することを目的として今年度沖縄県地域外交基本方針の策定に今取り組んでいます18日にはこの基本方針を作るために専門家の方々に集まって議論をしていただいている沖縄県の地域外交に関するバンコク診療会議 ととといいいいうう会議から提言をいただくということになっていますそして来月2月には、えー、パブリックコメントを経た後で、えー、この地域外交の基本的な方針を策定したいと思っています。私は全国各地でのトークキャラバンを通じてそれぞれの地域の皆さんと普天間飛行場の問題それから、えー、普天間基地の一日も早い危険性の除去日米地位協定など沖縄の基地問題を通して、えー、日本の将来のために 日本の民主主義や地方自治体の地域主権のためにみんなで考え、これからの時代を担う若い世代の皆さんや我々の子供や孫たちのために、ぜひ全国の皆さんと一緒に考え、共に行動していただきたいということをこのように語らせていただきました。日本の安全保障は沖縄だけの問題ではありません。日本全国の日本国民お一人お一人の問題だということをぜひしっかりと受け止め考えていただきたいと思います。 昨年11月23日最後のスライドを紹介しましまょう沖縄の軍事化に反対し対話による平和の構築を世界へ発信する県民平和集会大集会が那覇市の大野山公園で開催され、えー、主催者発表で1万人余りが参加をいたしましたそして、えー、本当に普段はなかなかこういう大会に参加したいけどなかなか参加する勇気が持てないなという若い方々もみんなで誘い合って参加をし みんなで歌を歌い、シュプレヒコールを上げ、自分たちの思いを述べて、おののの平和に対する沖縄から発信する、そういう集会を作っていただきました。ぜひ、このような平和の思いを皆さんとも共有させていただき、平和について皆さんなりに考え、友達ともたくさん語り合い、平和への思いを全国や世界へも発信していただきたいと思います。よくあの今の風潮は えと例えば、まあ、居酒屋で一緒に飲んだりするとあるいは家庭の中でもそうだと思いますけども政治の話をするな宗教の話をするな昔は野球の話をするなも怖がりましたけどもねそういう話をするなというような風潮が私は非常に間違った形ではびこっているのではないかと思います。賛成ででもも反対でも なぜ反対するのか、なぜ賛成するのか、私はこういうことをもとにしてこういう意見を持っているんだよということを、皆さんはその意見の主体として、しっかりとその考えをまず述べていただきたいと思います。そして、なぜ賛成をするのか、なぜ反対をするのか、では賛成、反対の立場ではなく、そこに問題があるのであれば、その問題がどのようなことが原因になって起こっており、この問題を解決するためには、どういう手法を取らなければならないかということを考えてほしいんです。自ら考え 自らそそののためにその意見を組み立てていくぜひ若い皆さんや会場にいらっしゃる方々そしてネットからもご視聴いただ,い,ただいている皆さんにもこの日本国の将来のために皆さんがこの国を真に豊かで人権が尊重され当たり前の民主主義を当たり前に語り合うことができるそういう社会にしていくためにぜひみんなで力を合わせてその方向を 探して頑張っていきたいと思います以上で私からのお話を終了させていただきます二フェデイビタンありがとうございました玉城デニチに知事ありがとうございました で今のお話聞いていただきながらですねあの特に今日初めて沖縄の問題について聞いたよという学生さんだったりすると例えば「うちなん中って言ったけどそれどういう意味とか。 知野菜チャンプルーってチャンプルーって何だとかですねいっぱいそういうわからない単語がたくさん出てきたと思うんですよねでまたその後にたくさんご説明を本当に熱意を持って話してくださったその内容もお、まあ、確かに米軍基地の問題があるっていうのは聞いてきたけれどもおこんなにいっぱいあるのかとかああもう本当に情報がいっぱいでわかんないよ当然たくさんあったんじゃないかなというふうに 思います、えー、私も皆さ,んが大学あの皆さんのように大学生の頃はあ私はあヤマトンチュヤマトンチュっていうのは本土の人間本土っていうのも私たち普段本州人はつかないですよね本土なんていうのはでも沖縄の方々本土と内縄ということで内縄ってのは沖縄の人ヤマトンチュは本土つまり何、えー、ですかね北海道本州九州四国にいる人間を、まあ、あのヤマトンチュって呼ぶんですけど私ヤマトンチュなので分からないんですがあそういったところからなんでこんなに沖縄の方々一生懸命になってるんだろう なんでこんなに事件事故で、えー、たくさんの沖縄の人たちが困ってるんだろうそんなところでですね疑問を抱き少しずつ勉強していくうちにいいあそういう歴史があったのかそしてまたそこに一ページまた苦難の歴史っていうのが加わったのかそういうことをですねまあ少しずつ学んで、えー、まあ今あの大変沖縄に関心を強く持っているということになりますぜひですね今日のこの機会をおこれからのお関心を持ち続けるこう第一歩にしていただいて、えー、これからも 今日新聞でほとんど載ってないけどじゃあ沖縄の新聞ちょっと見てみようかな一面がこんなに違うなんて知らなかったよという感じで沖縄への知識を深めていっていただけたらありがたいかなというふうに思います。 さてこれから登壇者2名にに加わってていいいたただきまましてトークセッションに移りたいと思いますこれから皆さんに書いていただいた質問用紙を会場で集めていきたいというふうに思います。会場に質問用紙回収係があ今あの手にボックスを掲げて回り始めてくださいましたが集めますので、えー、ぜひ近くにですね回収係が来た時に渡していただければというふうに思います。 では今日の登壇者お二人からお話を伺っていきましょう。まず琉国大学の教授でいらっしゃる本田武雄さんからお話をいただきます。本田先生よろしくお願いいたします。大丈夫大丈夫です OK です。はいえー、っとそれではあ、えー、私の方から。あ ちょっと時間をしてますので、なるべく短めにお話しさせていただきたいと思います。えー、とスライド私のスライドあの、皆さんのお手元にあるかと思います。A3 折ったものを2つ、二折りにしているものでございますあの。私の話はですね、ここにありますように、沖縄と日本国憲法辺野古と行政法という、まあ、私が専門としている法律学との関係でお話しさせていただきたいと思います。で私このののようにあの京都の大学の方であの、まあ えー、主に行政法を中心に事、えー、業を担当しておりますで、そんなお前がなぜですねこの沖縄、辺野古にこだわるのかあの辺野古のこだわりというのはあの今先ほど知事の方からも、えー、紹介が聞いちゃった。 あ,のありましたようにあの沖縄県今国を相手にまあ果敢に訴訟を取り組んでいるわけですけどもその訴訟を支援するそういう研究者集団を私入っておりましてまあその中の事務局をしております何、まあ、でお前がそういうふうなことにこだわるのかそういったことを少しあのまあえ特に学生の前に皆さんの前に少し紹介していきたいというふうに思います。でまず一つは あ沖縄と日本国憲法との関係から私はまずこの沖縄の問題に考えたいというふうに思いましたここにあるスライドあの全部紹介するとですね時間がなくなりますけどもここ最後琉球政府、えー、やら長尾を指摘ってありますあの沖縄がですね日本に1972年に復帰する前アメリカの、まあ、実は占領下にあった時にはですね 全く自治がなかったかというとそうではなくて琉球政府というそういう形でですねあの沖縄の自治を守っていくそういう、まあ、組織がつあの作られていたわけです、えー、その主席であるやら長平氏がですね、えー、沖縄の復帰が決まりですね沖縄と日本あ日本とアメリカとの返還協定が締結された後日本がどのように沖縄をですね再び日本に復帰させていくかという法制をこう 調整するそういう時にですねあのこのような趣旨のですね権、えー、議書を持って本土にやってきましたでここでよくあの皆さんに知っていただきたいのはですねこの先ほどのデニー知事からも紹介しましたように沖縄は基地の中にあるんだでその中で、えー、この非常にですね人権がですね侵害された状況の中で 我々は生きてきてたんだとで県民がなぜ日本への復帰を願ったのはなぜかというと日本がです、ね、平和憲法を持っているからとこの平和憲法の下で基本的人権の保障を願望してからならないとそして基地のない平和の芝になりたいそういう思いを持って日本への復帰を望み、えー、1972年に日本に帰ってきたわけです。 でそれまでの沖縄はこれは先ほど地位の方紹介しましたように日本の施政権から切り離されてましたこれはもう1945年の沖縄戦が始まった時にですねアメリカ軍によってですねまず日本の法制度から切り離されました、えー、その後日本の方ではですね敗戦のうちに、えー、大日本帝国憲法から日本国憲法へ変わるというそういう大きな転換がある時に沖縄は交通が 遮断されてるから届かないからら届ないという理由だけでもってですねその日本国憲法の制定議会から外されてしまいましたそうこうしてうちに今度はサンフランシスコ講和条約平和条約で日本は独立を回復しましたが沖縄は小笠原軍とはじめともにですね日本から切り離されてしまったそれどころか実は沖縄は下手をしたらアメリカの信託統治 ですね、やはり植民地です、ね、そういうふうな扱いにもなりかねないような法的な地位に置かれていたわけです。とんでもないことを実は日本は独立を果たすために沖縄に対してしたわけです。でそういうふうなところから沖縄の人々はこのサンフランシスコ講和条約が締結された屈辱の日というふうに呼んでいるわけです。 えー、ちょっと前の首相はこの4月28日を日本の主権を回復した人で万歳ということでなんかそういう主権回復の人というふうに喜んでいたわけですけどもとんでもない話なんですね。主主権権をを売り渡ししててでですすねの、えー、の一部の主権を回復したたなかっ,たってわけですでところがそういう中で先ほども言ったように平和憲法を持っている日本に戻りたいということで沖縄県の人たちは日本への復帰を願い復帰をしたわけですが。 しかしこれは逆に安保条約を沖縄に即日適用するところになっちゃいました結局沖縄県におけるアメリカの軍事的支配では返還後も損なうことなく確保するようなそういう体制だったということですね沖縄県民の願いである平和憲法のもとで暮らすはずが安保条約の適用のまさに米軍支配を正当化するような 法制のもとに戻ってしまったとこんな皮肉な話はないわけですそうした中の沖縄県民の苦しみ悲しみといったことを私たちヤマトンチュ本土の人たちは分かっているんだろうかデニッチの前の知事え尾長武知事がんで亡くなられてしまいましたけれどもその方が この戦う民意という本、えー、こういう本ですけれども、えー、私、サインいただいていますけれども、えー、その本の中で、不、まあ、天間返還と、それからあ辺野古基地の建設の問題が非常に緊張感を持ったときに、えー、東京へ行って、ですね、えー、菅官房長官、当時で、ね、安倍内閣の安倍首相の頃の菅田官房長官と会談をしたときに、このように言ったようです。 官房長官に沖縄県民には魂の喫下感があるんですと語ったとこれに対して官房長官は「わなが父の首相には賛同できない戦後は日本全国が悲惨の中でみんなが大変苦労して豊かで平和で自由な国を築き上げてきた」と言って「沖縄だけの話じゃないよ」というふうに言うわけですねでもどうなるのかこれは先ほど地事も紹介しましたけども戦後日本はどの国とも戦争せず 戦車を一人も出さずに作ることができましたで、高度経済成長を犯し、豊かな暮らしを築いてきた、それをかげで支えてきたのは沖縄なんだと、この事実を政府も日本国民も完全に無視、忘れ去っていた、多くの沖縄県民が米軍に殺されたり、犯されたりしながら泣き泣みしてきた、そういう中で日本の国は守られてきているんだと、中央に行って知ることができない生々しい現実が安全保障の最前線にあるんだと。 よく日本の本土の人は沖縄があれこれ日本,の本土の方に女慣れしてる甘えてるんじゃないというふうに言ってるまさにこういう菅官房長官そんな言い方ですよねでもこの戦後の現実を見るときに沖縄が日本に甘えてるんでしょうか日本が沖縄に甘えてるんでしょうか一体どっちなんだ私はこの尾長前知事の ここの本の本のところで非常にショックを起きました私がこの沖縄に対して日本国憲法のもとに変えたい平和憲法のもとに変えたいといった願いを本土の人たちが全く理解もしないで逆に沖縄の方にますます負担を押し付けているこのことに気が付かない一体私たちは一体何をしてるんだぼーっとしていてはいけないわけです。 これにまず私たちは気付かなきゃいけないということです。次は私の専門の辺野、えー、行政法の観点からなぜ沖縄・辺野古にこだわっているのか、えー、この点について説明したいと思います。これはあの昨年暮れ、朝日新聞の素粒子に、えー、載ってたことです。この素粒子12月21日ということで先ほども知事も紹介しましたけども辺野古向でて変更承認の代執行訴訟。 に関する不合格放送の判決が出た翌日です、えー、まあ要するに大執行を認めた判決が出た日ですけどもこう言ってます不正義理不尽積み重ね嘘と力で固めた土砂で民意もとも知らう意を埋めるかということで、えー、まあその内容ここに書いてあるところなんですけどもね非常にこの辺野古の問題を端的にこれほどわかりやすく説明したあのまあ 見せた案文はないかと思いましたでこの中でちょっと私があの専門家としてまた私がなぜ辺野古におだわるかのことを説明させていただきたいのはこの部分です国民が行政を正すための手続きを国が乱用しても司法はおかしさを指摘していないで今回の大清子訴訟の福岡高裁の話し部も同じようなことだったんです えちなみに、大執行とはどういうものかというのは、ここにまああの法律の条文を挙げてこう書いてます、簡単に言えば、都道府県知事が、要するに法律で定められている事務の執行に怠りがあったときに、その法令を所管している大臣は、知事に命令をすることができる、その命令に従わないときには、裁判所に訴えて、裁判所の命令、言うことを聞かすということですね。 それでもやらない場合には大臣が代わりにその権限を奪って行使するというそういう仕組みなんです。これにその仕組みとしてもっと説明したいところですけども時間がないのでですねあのこれは飛ばします。またあのよく見ておいてくださいで。じゃあ何が理不尽で何が不正義かというと理不尽をとすとそれを黙認する不正義の裁判所ということです。先ほど知事のスライドの中にいましたようにあの行政不服審査制度というものがあります。 これは国民の権利益の迅速な救済を目的とするものです、えー、裁判という方法もありますけどもやっぱり裁判にお金かかりますところが行政上の不服申し立ての制度といったものはからお金かからないであの裁判のように重々しい手続きじゃなくないので早く救済がされるということでこういう手続きがあるんですでこれ国民が使うもののはずなんですけども 辺野古に限ってはなんと辺野古の埋め立てを進めようとしている防衛省の出先機関である沖縄防衛局がこれを使っちゃってるんです私たちそれをあの私人なりすましたというふうに言ってますけどもそういうその国の機関であながら一般国民になりすまして審査請求を使うでこれをやるとどういうことがメリットがあるかというと同じ国の機関である国土交通大臣であるとか農林水産大臣が審査庁つまり まあ裁判官に似たような役割をしてくれるわけです。身内同士の裁判だから、それは当然、軍配はどちらに上がるかって言ったら、まあ、沖縄防衛局に上がるに決まってますよ、これ、誰が見たって分かるはずです。こういうことを平然と行うわけですね、でこの平然と行ったことで、じゃあ、知事が負けちゃうんです、絶対に。負けちゃったら、じゃあ、日本は法治国家なんだから、法の支配の国だから、裁判できるでしょうって言うんですけどこれ、できないんです。 この詳しい話をするとこれも時間がないと説明しませんけどできないで、このできないっていうことはおかしいだろうと私たち言いついたんですけども最高裁判所ははいその通りですということなんですね不正義なんです、国の判断で、えー、OK です、えー、裁判所はそれは審理しませんということですねでこのことは今回の埋め立て変更承認に使えてもやられました同じことされちゃったんです。うん で今度は、その審査できないことをいいことに、えー、取り消し採決をがそのまま拘束力を持つという言い方、ちょっと難しい言い方ですけ持つことをいいことに、裁判所もこの国土交通大臣の採決に拘束されますよということで,ですね、もうやっぱり中に入らずに、えーこのえー、認めちゃった。最終的に大執行についても 全然中身に入らずにですね、男子執行を認めてしまった、本当にこの理不尽を通す,です、ね、押し通す国のやってることを裁判所が、はい、そうですよっていう形で黙認をしてしまう、こういう不正義があるわけです。こういう不正義が堂々と行われている中で、私たち行政法学者はどうするかということが今、わに問われているところです。 最後に、じゃあこういう状況の中でですねなぜ私たちが行政法学者は戦うのか、えー、これはもう先ほどもこれも知事が言いましたけども沖縄というのはですねこれまで自らですねアメリカ軍に基地を提供したことはなかったわけです。で今回の辺野古の新基地はどういう意味を持つかというと。 まあこれも小永前,前知事が言ってたわけですけども土地を奪って今日まで住民に大きな暮らしみが起きてるから基地が老朽化したから世界実験だから辺野古は唯一の解決策だから基地を負担しろそれがいいならば大胆を出せと迫る他人の家を盗んでおいて長年住んだ家が古くなったからおいもう一回土地を出して家を作れと言っているようなもんですそれを理不尽と言わずして何を理不尽というのでしょうか こういう政策が成り立つこと自体が日本の政治の堕落ではないかと私は思います。お流しでさらに続きます。国会の圧倒的多数で決めたことでしょう。日本は法治国家ですよと言われたら政府が一地方に対してなすることについて民意を組み取る民主主義が成立しないことになります。私たちは私たち行政法学者はこの民主主義をを取り戻すためににに沖沖縄縄手を貸し沖縄とともに 日本の民主主義を使うために戦っていますどうもご清聴ありがとうございましたはいありがとうございましたあの今日来てくださっている学生さんには憲法を受講している憲法の授業ですね。受講している学生さんが多いというふうに伺っているんですけれども地方自治と国民主権 ま民主主義ですよねそれからあ基本的人権の尊重とか、まあ、本当に憲法の概念のもうありとあらゆるものがもうこのこう沖縄の米軍基地問題というのを含まれていて、まあ、それは基本的にはみんな沖縄に被害を与える方向で、まあ、適用されてしまっていると、まあ、いう状況なのかなというふうに思っていますではですね沖縄の実情をもう一方あ内南中から聞いていきたいというふうに思います崎浜空音さん慶応義塾大学の2年生2回生ですお願いいたします はいタイグスよ中華のビラー初めまして皆さん崎浜そらねと言いますごめんなさい私も一昨日沖縄から東京帰ってきたら温度差で風邪ひきましたすいません声がやばいんですけど本日はこのような機会に私が来て来させていただき本当に感謝しています尊敬する皆さんの横で私が喋っていいのかって緊張してるんですけどやっぱり等身大の私こう大学生ならではの感じてきたことだったりもっと 今日難しいお話もたくさんあったんですけどもっと身近に感じてもらえるような話を今からしていければと思っていますよろしくお願いします私は2002年に沖縄県の北谷町中部にある北谷町というところで生まれました途中途中留学したりもあったんですけど現在は東京で大学2年生をしています私も法学部で法律学科で将来弁護士になれたらなと思いながら法律を学んでいますでもまとめると沖縄がただ大好きなうちなんちです私は 先ほど言ったように基地のある町茶壇町というところで育ちましたこの茶壇町というところなんですけど戦前は茶村,村茶壇村というところで現在の嘉手納町嘉手納基地がある嘉手納町と茶壇町がくっついていたんですけど嘉手納基地ができた影響によって分かれてしまい現在茶壇町には面積が50%以上が基地のあるというところに私は住んでいます嘉手納基地ができたことによって近くに住んでいた親戚だったりっていうのも この基地の影響で遠いところに行かないといけなくなったりとかわざわざ遠出して会いに行ったりっていうのがあったっていう現状を私はなぜそれを知っているのかっていうと祖父母が戦争体験者で父母ともに米軍統治下の生まれでしたなので小さい頃から難しいお話だけじゃなくてお年玉がドルだったんだよとか父が県外に大学進学する時にパスポートみたいなものを持って進学したんだよとかいうお話を聞きながら育ちました。 なので私にとっては基地の存在っていうのがとても身近で皆さんがいつも両親からお話を聞くような形で私は基地のお話だったり戦後の沖縄のお話を聞いて育ちましたけどやっぱり中高生の頃は基地問題に関心があってもやっぱり沖縄では学校で話せないタブーみたいな影響がありました辺野古で撮った写真なんですけど1人で行きましたけどやっぱり ななんでっているかというと沖縄の中で分断が起きているからだと思うんですけどでもそれってなんで分断が起きてるんだろうって考えたら沖縄県民が自分で分断を作っているのかなって思いますかどうんで起きてるんだろうっていうところも考えてもらえたら嬉しいなって思いますそして私が大学に入学してから県外の学生の基地問題の意識の差についても痛感する機会が多くありましたきっと東京に行って県外に行ったらもっとみんな基地問題に関心があって 知っっっててててるのかなな思ももやっぱり知らいい方もたくさんいてでもそれが学生が悪いわけじゃなくてそういう環境で育ったっていうのもあるんですけどやっぱりもっと伝えていけなければいけないなっていうのを痛感しましたでもそんな中でも少しずつ知ってくれてる方もいて去年の夏休みには友達を基地の周りを紹介したり県外から来てくれた友達を紹介したり私がこうやって発信していたら。 高校生の頃に毎日新聞のスクラップしていたよ基地問題のスクラップしていたよって声をかけている友達もいて少しずつ希望が見えている中でやっぱりもっと伝えていかなければならないなというのを痛感していました昨年なんですけど外務省の主催の豆腐プログラムというものがあって Think of Okinawa's、ok、future in the United States というものでこの頭文字を取って豆腐なんですけどで3月に渡米した時に米軍基地側の米国の方のいろいろな 関係者の方とお話しする機会があったりとか現地の学生とお話しする機会があったんですけどやっぱり沖縄県と米国側の認識の違いだったり思っていることの違いもちろん米国側の皆さんも沖縄で起きている問題だったりさまざまな問題があることは認識していてもやっぱりどこか日米地位協定について私が質問しても改正にはあまり積極的じゃなかったりとか分かっているはずなのにどこかそこを進もうとしないという現状を感じて。 やっぱり日米地位協定についての認識だったり基地問題についてはもっと声を上げていかないこといけないなというのを重要視しましたそして私が今ここでお伝えしたいのがやっぱり自分ごととして捉えてもらうというのが一番何よりも大切だなって皆さんが本当にずっとおっしゃっていると思うんですけど思うことで私たちが求めているのって本当にただただ平和に暮らしたいだけなんですよ。皆さんがこうやってて今生きているように 私たちが求めているのは窓が落ちてこない学校の中で夜も安心して歩ける街で安心して水が飲めて自由に墓参りができるそして静かな夜に眠れるこれって難しいことじゃないじゃないですか本当に当たり前に本来ならできるはずのことで窓が落ちてくるなんてありえないし夜も安心して歩くのも当たり前だし。 水の PFOS の PFOS の話も東京から帰ってきたときにウォーターサーバーの販売してて PFOS 対応みたいなの書いてあって本当にびっくりしてそうやって自分たちが当たり前に飲める水が毒で汚染されてるかもしれないだったりとか自分のお墓先祖のお墓が基地の中にあって行きたいときに行けないで自由に私もお茶谷町ですぐそばが基地なんですけど静かな街で静かな寄りで。 皆さん寝たいですよねそういう環境をただ私たちは求めているだけですなので本当に当たり前のただ私たちが持ってる人権っていうのを守られてほしいなっていうのが私たちうちなんちの願いだと思っていますそして皆さんがずっと言ってるようにやっぱり沖縄問題ってよく言われるんですけれどもやっぱり沖縄問題ではなくて 日本の主権の問題であってやっぱり日本国民一人一人が考えていただきたい問題だなというふうに強く思っています基地問題については賛成反対いろいろな意見があると思いますもちろん私の友達にも基地賛成の方もいれば反対の方もいてたくさんいろんな意見があるんですけど賛成がいいとか反対が悪いとかそういうことを言ってるのではなくてみんなきっと沖縄の平和を望んでいる気持ちは一緒だと思うんです日米は 地域予定の話だったりいろんな環境問題の話でもきっとみんな本当に戦争してほしくないただ沖縄が平和になってほしいというもの思いは同じだと思うんですけどでも先ほど言ったようにどこかしら分断が起きてしまっているっていうのがあるのでそこをどうしたらいいのかっていうのはやっぱり本土の皆さんだったり沖縄県日本国外海外の皆さんの力も必要なのかなというふうに思ってます。 最後にというかどうでもいいんですけど沖縄に先週帰省した時に嘉手納基地の周り1周したんですよねもうめっちゃきつかったんですけど5時間弱かかって1周しましたけどってことはさっき私が言ったように北谷町と嘉手納町の真ん中に嘉手納基地があるんですけどってことは1周するのに5時間かかるんですよ反対側にいる家族に会いにもしいたら半分ぐらいもっともしかしたら5時間ぐらいかかるかもしれない っていう状況が今沖縄にあるっていうことです本当に2日間ぐらい筋肉痛でしたでもぜひよかったらやってみてください <laughs> そして最後に私がお伝えしたいのは私たちうちなんちは透明人間ではありません私たちは何度も何度も民意を示してきたりこうして知事がいらっしゃるように様々な場所で皆さんに沖縄の現状を伝えてきていると思います こうやって目を向けて皆さんがこうしてきてくださることで私は本当に希望だなというふうに感じていて目を向けてもらうことが大きな一歩でありそれがきっと沖縄の現状日本の現状が変わるきっかけになると思っています最後にキング牧師がかつて言った言葉なんですけど最大の悲劇は悪人の残虐さ抑圧ではなく善人の沈黙だっていう言葉があります。 本当にこのの言葉の通りだたとえいろんな日本政府だったりアメリカ側を、まあ、悪人ではないですけどそういうふうにやって私たちを苦しめていたとしてもやっぱり関心のある人たち無関心の人たちが変わらないとこの問題も変わらないし沖縄の現状も良くならないし先ほど言った私たちの当たり前に生きるっていう皆さんがみんな同じように平等に持ってるはずの権利を侵害され続けるっていうことだなと思います。 なので今日この機会を通して少しでも興味を持ってくださったら友達に話してみたりだったりとか家族とお話しするだったり少しずつその輪を広げてもらってこの沖縄の問題についてもっと身近に感じてもらえたらなと思っています短い時間でしたがありがとうございました伊藤二世田美さんはいありがとうございました。 あの同じ学生同じ世代の方々からのメッセージということで学生の方もあの一度。 派手な基地の周り歩いてみるかというふうに、まあ、思わなくてもですね一度ぜひ沖縄に今度はあもしかしたら修学旅行でも行っているかもしれないですけれども南部戦績もしっかりですが基地を見たり辺野古の埋め立てが今行われて昨日からですね埋め立てられてしまっているようなところにもぜひ足を運んでいただけたらいいのかなというふうに思いますさて会場から本当に実にたくさんの質問をいただいていますご協力ありがとうございます、えー、時間がですね 実は今日7時45分までなんですがもうすでにあと7分になっているんですね。 でさすがに7分では1問ぐらいしか質問が聞けませんので今本田先生にご相談をしたらですね8時まではきっと学生の方も許してくれるんじゃないかということなので恐縮ながら8時までさせていただきたいというふうに思っていますでもちろんですね予定がある方いらっしゃると思うので、えー、その方はすっと抜けていただければもちろんあの仕方がないことですので、えー、残れる方はぜひ8時までお付き合いください拍手の方ありがとうございますでは少しずつですね学生の方また一般の方からのご質問を取り上げていきたいと思います。 思います、えー。まだですね、えー、もし質問がある方は最後のチャンスというぐらいで集めていきたいと思うので手を挙げて、えー、質問の紙を集めるスタッフに声をかけていただければというふうに思います、えー、玉城デニーさんにご質問をいただいていますこれ学生の方からなんですがあと一般の方からもありましたけれども まあ在日米軍というのは、まあ、今日です、ね、こう在日米軍の話をしたがなんと一度も中国の話が出てきていないし北朝鮮の話も出てきていないんですね政府と話をする場合には米軍の基地の話がする場合には1分以内に中国の話と北朝鮮の話が出てくるんですよ。その話がほとんどなかったのでちょっとあえてその質問をピックアップしましたが在日米軍は抑止力のために必要なんでしょうかと必要であれば具体的にどのような抑止力が発生すると考えられますかというご質問もいただいてますしそれ また別の学生の方からですね、えー、尖閣諸島の問題の関係でこの基地というのは必要だというふうに言われていますけれどもどのようにいい対応していくんでしょうか了解審判に対しての対応法についてお知らせくださいというご質問をいただいています知事お願いできますでしょうかえっといわゆるまあ抑止力という言葉はよく使われる言葉ですである一定の抑止力は つまり相手が攻撃してきたらその攻撃し返すぞというための装備を我々も持つということですね実はあの戦後における米軍の存在がまさに抑止力というものでそのために日米安保条約があり日米地位協定があって米軍はその有利な条件が与えられているわけですしかしご承知の通り自衛隊もあの様々な その自衛隊の在り方が変えられてきて、えー、法律が変わりそして昨年12月には、えー、安保関連3文書によって今までの戦守防衛という考え方が敵基,地敵基地攻撃能力を有することは有することは可能だけれども我々は持たないと言ってきた政府の姿勢が方針が転換してしまったわけです持つとということになったわけです。 つまりそれを抑止力というのであれば米軍の持っている抑止力を減らし自分たちが日本国の抑止力として対等な関係になろうという議論もあっていいのではないかと思うんですが沖縄から見ているとおそらく皆さんも見えないかもしれないんですが米軍基地は減らないのに先島とかいろんなところに先に自衛隊の基地が作られそこにスタンドオフミサイル長距離射程ミサイルを配備するという計画がどんどん進められようとしているんです。 単なる閣議決決定でここうういうことが決めらられたら国会は機能してるんだろうかということがまず問題そしてそれに使われる5年間で43兆円の予算をつけるというそのことは誰が了解したのかという問題その中で抑止力が保たれるとしたら一体何のための抑止なのかということを国民にしっかり話をしているのかということの問題こういうことが国によって政府によってなかなか明らかにされないというのが今の現状ですですから抑止力を持つことは否定しませんししかし 中国の問題であれ北朝鮮の問題であれ我々はまず国と国との平和的な外交を主体として対話によるその関係性を作っていくことつまり抑止力の向上力だけで平和が保てるのではなく平和は対話によって保てるという日本政府の姿勢をもっと前面に出さなければいけないということを日本政府にも求め続けているわけです。ですからそのためににはもっと政府が国民に対して 専守防衛であれば開かれた自衛隊にしなければいけないし開かれた我々の平和国家としての姿を国民の声、考えをもとにしてそれを作っていかなければいけないというように思います。それから尖閣諸島の問題、領海侵犯の問題ですがこれまで中国と日本政府は4回にわたってその文書を交換しています。その文の文書中でも 日本と中国双方には尖閣をめぐる問題にもそれぞれの考えがあるということは認識しているしかし中国と日本はこの一触即発の事態にならないようにしっかりと対話によるそういう関係を作っていくべきであるとつまり尖閣は日本の領土である中国の領土であるということの問題ではなくてそのことに触れずに お互いが日本中国が平和な関係を作れるにはどうすればいいのかということが実は隠れたテーマなんです尖閣は日本の領土ですこれは歴史上も、えー、法律上も間違いありませんですから日本はその立場でじゃあ平和の、えー、その状況を安定的に作るためにはどうすればいいのかということを中国と真摯に話し合うことだと思います私も議会でよくなんで知事はアメリカには文句言う日本政府には文句言うのに中国には文句言わないのって言うんですけども 領土領海領空の問題は国家と国家家との問題なんです沖縄県にその領土における問題を解決する権限を与えられていないんです。 だからこそ我々は政府に対してちゃんとそれは日本政府が我々は平和的な環境を構築するんですよということを中国政府にもしっかり伝えてその対話の環境を維持していくこと向上させていくことにもっと力を注ぐべきだということを沖縄県からはそのことを日本政府に求めていますはい以上です。 はいいありがとうございます続いて、これも学生さんからの質問ですけれども本田先生にご質問をいただいています。 今回の大執行によって国と地方自治体の関係に少なかず影響があるのではないかというふうに考えているというその学生さんなんですけれども本来のあるべき国と地方自治体の姿関係ですねというもの法が予定しているものという言い方もできるかもしれないんですがどんなものなんでしょうかそして今回はどんなところに問題があるのかまた改めての質問になるかもしれませんけれども少し整理して教えていただければそれからこれデニーさん宛ての質問なんですけどちょっと本題 先生に伺っちゃいますが、まあ、なぜここまで,です、ね、政府が沖縄の地方自治というものを軽視しているのかその本質をお聞きしたいというこちらも学生さんから頂い,いてご質問ですお願いいたします。 はいいどううも質問ありがとうございます、えー、と大執行ですよねあの大執行が認められるというのは非常に限られた事務ということになっておりまして何でもかんでもできるというわけではありません。あのえー、法定自宅事務という、まあ、今回の、まあ、問題になっているようなこういう生命の埋め立てといったところはですね、まあ、国の本来の役割に関わるものだからということで、えーまあ、国の利害が深く関わっているような事項については えー、よりあの深くですね区調自治体に対して国は口出しができるというのが今の地方自治法の仕組みになっております。でこれについてはあの私たち研究者においてはですねいやそういうことは、まあ、仮にあるとしてもじゃあ代執行というようなことまでやることが、えー、対等協力 の関係にある国と地方公共団体のあり方として認められていいのかというそういう 大きな疑問点があります先ほどの国と地方の本来なり方は何かというと対等でありそして協力関係になるべきだということです対等というのはそれぞれの行政権あるいは立法権も持っていますけどそういう権能をですね相互に持っていてそれぞれ対等の関係にあるとどっちが上だったかどっちが下だとかそういう関係ではないんだということです協力の関係にあるということはこれは日本国憲法があ 国民やあるいは住民のです、ねえー、福利を増進するために存在しているそういうまあ私たち、まあ、あ広報学者はこれを、まあえー、信託論とかあいうふうに呼んでいるんですけども国政信託論って言ってるんですけどもそういったものとして、えー、国は国として、えー、地,方公共団地方公共団体として、えー、住民国民の福祉を増進するそのために協力をしましょうそういうことになっているわけですね。 えー、今回の、まあえー、辺野古の問題で何がこの一番の食い違いになっているかといったことにつきましてはこれ先ほどから私がこの言いましたように沖縄県民が被っている、えー、基地負担の問題を国がどこまであるいは国民の手がどこまで捉えているのかということだと思うんですよね。あの何もですねあの 全あらゆるすべての米軍基地は出てけと言ってるわけではないんですね今回はねあの不天間が非常に危険だからそこはもうやめてくれとでその河合の基地が欲しいって言ったっていや別に他にもカジナとかいろいろ米軍の基地はいっぱいあるじゃないですかとほんのちょっと減るだけですよと本土に比べたらそれでもまだ沖縄はすごく負担してますそれがわからないんですかということなんですねでなぜ安全保障の問題は常に 沖縄に追わせてそこだけでやられてそこがちあの違うこと言うと弾圧をするのかそこをいつまでたっても理解しないところに大きな国あって、えー、沖縄県民だって日本国民なんだから沖縄県,民県がです、ね、県民の福祉を向上のために頑張ろうという時にです、ね、なんで日本国はそれを邪魔しようとするんだと。 そこの協力といったところの意味がやっぱり理解が違っているのかなと思いますでそこをやっぱりきちんと止めていくのは先ほども知事もおっしゃったように対等の関係上対話をきちんとしていかなきゃいけないんですけれどももうこの対話は全然成立しないあの先ほど私のスライドを示したようにあの第2次安倍政権の下で,です、ね、菅官房長官はもう全然沖縄のことを理解できていないわけです。だから 対話をしようね。台対話のですね寄って立つ基盤を自らこうなくしているわけですそういうことを考えるとやはりですね日本政府といったものはいろんなところの地域沖縄付近も含めていろんな地域の問題があってそこにやっぱり目配りをするといったことにもってそこにやっぱり常に寄り添っていくそういうスタンスが必要じゃないかと思います。現在今あの非常に苦難をこむっているののは半島の えー、被災を受けてているる人たちでですす全く救援が遅れている状態です、えー、もっと早くもっと大量にですね救援が遅れたはずではないのかといったような議論もありますそれは現場がどうなってるかということをきちんと見ていないからです見れば何をしなきゃいけないかと自然に分かるはずなんですね それにミオ祭で、なんでここで東京で、えー、報告が上がっていくのを、み、守ってるんだ。えー、実際に現場に行くと邪魔になるか行くんじゃないというようなことをですね、言ってるんでしょうかということなんですよね。そこにやっぱり今の政府を担っている人たちの、えー、地方に対する、あるいは。ここの国民に対する、その、まあ、えー、み、あのお、エンパシーというか。 そういったものが全く欠けているそういうところにあるんじゃないかなというふうに思います。えー、とお答えになったかかどうでしたかね、はい ありがとうございます、えー、続いて崎浜さんにご質問をさせていただければというふうに思います。えー、これ事前質問で投げてくださった今日ではなくてですね事前にご質問をさせていただいた方学生さんだと思うんですけれども、えー、私は現在教職課程を実習しているため沖縄の教育に関心があります沖縄の教育には人権教育のような独自の授業があるのか教えていただきたいですということなんですね。 本土と沖縄の人との基地問題についての捉え方が違うと感じるのですがなぜでしょうかとかですねかなり認識が本土と沖縄県民違うんですけどなぜでしょうかって結構そういう声が多いんですね。ももちろんん経験とということもあるんですが今のまさに 二十歳前後の同じような世代で全くまあ今お話しされたことと会場の学生さんと普段の生活は違うわけなんですけれども、まあ、その中に沖縄の授業の中教育の中で何か違いがあるとかあ家庭の中の過ごし方が違うとかあまあ政治が違うとか、ね、新聞の作り方しかいろいろあると思うんですけどご自身がなんで、ね、こういうところで舞台で話を基地問題についてするようになったのかみたいなそういうことも含めて今のご質問にちょょっとお答えをいただけますでしょうか入ってますかね、はい。ありがとうございます そういろんなことがあって私もこういうふうに関心を持つようになったんですけどやっぱりこの戦争だったりとかもうさっきの戦争のお話を聞いてるのが一番私は大きいんですけど東京の大学に来て何度か学校のところ授業でプレゼンさせていただく機会があってその時によく聞くのが「平和教育って何してますか?」って。 基地問題って学校で習ったことありますかって聞くんですけどやっぱり教科書の1ページでしか習わないことがほとんどだと思います1ページにもしかもちょっとしか載ってなかったりだったりとかわざわざしかもその第二次世界大戦沖縄戦を取ってまた授業をする機会はあまりないのかなって思いました私が生徒の同級生に聞いても東京の学校であんまり平和教育ないよって言われて本当に衝撃でした戦争についてもあんまり習わないし自分たちでもちろん 年が離れてるおじいちゃんおばあちゃんがあまりいないっていうのもあるかもしれないんですけどこの自分の教育の中でこの平和について考える機会が少ないのが一番大きな問題ではあるのかなっていうふうに思うんですけどやっぱり自分たちの身近なところで話す機会があんまりない政治についてテレビでは見るけど皆さん家族では話しますか私も話はするんですけど高校生までお父さんが自分の意見を持つためにあんまり父の意見は言わないよっていうふうにされてたりとか。 でもあんまりだから自分のお家の中で政治について話す機会だったりとか友達とフランクに話す機会ってあんまりないのかなとうう思いますでもやっぱりその沖縄だからこそ私たちが思っているのはやっぱ戦争があってその戦争をもう繰り返してはいけないっていう思いが先生方も強かったりとか両親だったり祖父母だったりっていうのが強かったりしてその意見を聞いたりするのが多いのかなと思うんですけど。 その機会がどんどん失われていったりとかその戦争体験者がもう高齢化していて話してくれる方が少なくなっているのも大きな問題の1つかなという,ふうに思うんですけどやっぱりテレビ見て少しでもこうやって沖縄について考えることだったりとかでもテレビによっても全然報道の仕方違ったり新聞によっても違ったりするなと思うんですけど私が一番本当に当事者意識っていうのが大事だなっていうのはこうやって人の話を直接誰かの話を聞いたら少し自分ごとになった気がしませんか直接 その実体験を持ってる人とお話しすることによってこの自分の中での考えって変わるのかなと私は思っててだからできる限り直接会って私も大学では話す機会をお願いしたりしてるんですけどテレビだけだったり新聞だけだったらこの表面上でしかわからないことがたくさんあるのかなと思うんですけど直接誰かの体験だったり実際に生きた人の話を聞いたら自分の心って変わるのかなと思うので。 私の友達が今回夏に沖縄に来てくださったのはやっぱり自分の足で行きたかった生で行きたかったからっていうのがあったと思うんですねだからぜひこのもし興味がある方は一度沖縄に来てみて辺野古に行ってみたり嘉手納基地一周でもいいと思うんですけどしてみたら本当に違うのかなというふうにそれで変わるのかなというふうに思います。 はい、えー、もう時間がかなり迫ってしまいましたので、後で一あとですね、一言ずつご意見をいただいて、えー、おしまいにしたいかなというふうに思います。あの順番は本田さん、崎浜さん、えー、最後に知事にまと,まとめていただこうというふうに思っています。で、質問をいくつかご紹介しながら、その質問への答えも踏まえつつですね、えー、短めにまとめていただければ幸いです。で、一番ですね、今回の質問、事前質問も合わせて、えー、来ている意見、今日の学生。 生産からの意見も含めてです、ね、あるのはあ私たちにできることは何でしょうかということなんですね。でいろいろあるんですけどどうやって辺野古を止めましょうか多くの日本国民が反対したらできると思いますがということだったり。 えー、なぜ若い世代は沖縄の基地に関心がないと思いますかどう,しどうすれば関心を持てると思いますかとかですね、えー、非常に無力感を覚えていますどうすればよいのでしょうかとかあるいは学生さんからはですね、まあ、反基地運動というのは沖縄では今は盛んだということを前提に、まあ、なんだけれども、まあ、何しなに行って それでもなっていってしまって、えー、オール沖縄への支持率は高齢者では高いんだけれども若い層ではあ、まあ、下がってきて、まあ、自民党支持者とも拮抗してしまっているんじゃないかと何か手を打たないと沖縄もまあ本土と一緒になってしまうんじゃないかとかこういうものを打破する方法っていうのは何かあるんじゃないでしょうか,とか何,何があるんでしょうかということだったり。いい 自分自身何がしたらいいでしょうか何かできることありませんかなんてそんなあの自分が動きたいのでというようなコメントもいただいているんですね、えー、まあ本当にその一人一人が動くということが基本であるからこそ知事がわざわざ京都に来て他の都道府県に行ってですね話をして、えー、皆さんに直接話をしているということだと思うんですが。 まさにま昨日埋め立てがまた始まってしまったということを受けてえこの今日はここの会場に京都で来てくださっている方々にどんなことをしてほしいというふうに思うのかどうすれば変わっていくのかということのご意見をそれぞれいただきえそしてえまとめていきたいと思いますでデニーさんにはですねあと少し多いご質問がですねえま大執行が行われ工事が進められることになりましたとこれ,これを止める権利はもう沖縄には残っていないのではないでしょうかとこれも学生さんからいただいている質問 なので、えー、ぜひこちらににもお答えをいいいただければとううふうに思いますでは申し上げたとおり本田さん、崎山さん、デニーさんの順でお願いいたします、はいえー、っと私はちっと法律家ということでですねあの、えー、法律としてこれが何ができるのかということですねで裁判所が非常にこの辺野の古の問題については非常に冷淡な態度をとるこれは変えられるのかこれは正直言って私たちも厳しい戦いをずっと強いられてきています。で あのー、最終的に勝利する展望あるかというと今のところ正直言ってありませんありませんって変な言い方ですけども、あのー、こういうこと情けないかもしれませんけどもあのこういう、まあ、なんて言いましょうかねブロックをすかられてしまうとなかなか打ち破れないようなところにありますただた諦めてはいけないこれ民主主義がかかった問題なんです日本の民主主義のお本当に正念場のところなんです えー、最高裁、今度、今言ってます、どういう判断するか、まあ、正直分かりませんけれども、あのー、裁判官の中にも、しかし、理性的な人はいます、その人たちをどう動かしていくか、私たちはその,あの方策を、えー、今、考えています、それから一般の人たちという変な言い方ですけれども、まあ、京都の人たち、今後どうするかあの、ぜひずっと裁判を注視してください、すで既に声を上げてください。 で常に我々がいる、応援しているということを示してください、私たち、それを力にして、えー、頑張っていきたいと思います、そしてこうしたこの地方を忘れてしまうような政治を絶対に許さない、そういうような民主主義の価値を大事にする候補を選挙できちんと支持してください。それが 日本を大きく変えていく一歩になると思います。以上です。どうもありがとうございました。では崎浜さんお願いいたします、はい。ありがとうございます。多分この質問をしてくださる方は私も同じように自分もいつも何ができるのかなっていうのを試行錯誤しながら小さいことをずっとやってるんですけど、もう本当に。 国を変を変変ええるる政治にには選挙に行かないといけないいけやっぱ私たちがその選,挙を選,ん選挙で人を選んでしまっているのでこの関心を上げないといけないんですけどそのためにやっぱ私は私若い人たちが本当に重要だなとうう思っているんですけどインスタだったり私がよくするのはインスタだったりいろんなツイッターだったりのでストーリーに上げたりとかポストしたりとかもうデニーさん推しなのでデニーさんの投稿めっちゃ。 ストーリーリ載せててるんんでですけどそういううい感じで少しずつこうやってみんなの私が載せることで何百人という人が見てくださってその人がまた少しずつ関心を持ってっていうのでつながっていくのかなっていう,ふうに思ったり私の LINE のアイコン、トップ画が脳は抜地図宝っていうのを持ってるプラカードなんですけどそういうのを小さいことでもやることでなんか戦争なんで反対してるんだろう、この子はみたいな,なんで脳は抜地図宝っていうのを掲げてるんだろうって。 ちょっとでも誰かが目を向けたときに感じてくれたらいいなと思って本当に小さなことなんですけどやってますだから本当にこうやって一人一人がちょっとずつやることで大きな力になると私は本当に思っているので小さなことでもいいのかなというふうに思いますありがとうございましたえっとサルトさんこれは今日のお礼も合わせて答えていいですねはい あの今日は日中の講義に引き続きたくさんの学生さんがこの時間ご一緒していただいたこと本当に感謝いたしますそして、えー、本当に龍谷大学で私も本田先生をはじめたくさんの先生方にお世話になり今日はあの入沢学長さんともお話をさせていただきながら若い皆さんが皆さんの将来のことを みんなでしっかり考えてほしいということを、えー、今日お伝えできたことも非常に、えー、嬉しかったですしそしてまた多くの、えー、小先輩皆さんがこのように関心を持って、えー、京都のみならず各地から駆けつけていただいたこと本当にありがたいと思います、あのー、今ちょっとペラペラっと自分の,あの携帯の写真をめくってみたら、えっと、去年の1月に京都の女子高校に私あの行った訪問したんですね実ははその女子高校は あの沖縄に、えー、平和教育で修学旅行で行く前に半年間、えー、それぞれテーマを分けて、えー、みんなで勉強し合いながらで最後の仕上げとして一、えー、人何本500本だったかな、えー、っと戦争で20万,人の方々20万人余りの方々が亡くなったので20万本の、えーっとえー、耳かきあのあのななの脱脂麺の耳かき。 それをあの要はみんなでその分配ってでそれに色を塗って美術部の方々がこういう色を塗ろうよって言ってその色を塗ってみんなで作った、えー、9 0ンチのものを、えー、5つぐらいつなげた大きな要するにその綿棒でできたあの平和のための,その壁画を作ってくれたんですあの色をつけて。ところが この色は実はもう一つ理由があってパッと見ていると表の色なんですけどもブラックライト蛍光灯型のブラックライトを当てると違う絵が見えるんですよ。つまりものの見方によって平和をどう捉えるかということをこの学生さんたちが2年生の学生さんたちがこのこともテーマにしながら沖縄で学んできたことをここであの自分たちでできることをやろうって言って作ってくれたんです。 非常に感動してここには皆さんが学ぼうと思っている魂がこもってるよとうちなんちはねこれをまぶいという魂のことをまぶいというそしてなかなかその魂が込められてないということを反省する意味でまぶい組みをしないといけないという魂を込めないといけないという今の政治にじゃあ魂がこもっているんだろうかこれからの将来に魂がこもっているんだろうかそのまぶい組みをする権利を持っているのは誰なんだろうか。 ということをこの高校生たちに話をしたことを思い出して今パパッとこの写真をめくっていました今日皆さんから私に何ができるのかというテーマが一番大きいと思います皆さんができることでいいんですこれをするべきあれをするべきということはたくさん話をする中から見つけていってほしいんですネットで発信をすることもそうだしネットで発信をすることは怖いですいろんな人たちがいろんなそのリプを投げつけてきて無責任に その独得性を隠れ蓑のにしてどんどん投げつけていくこういう環境も僕は本当は良くないんだろうと思うんですけども意見は意見として公序良俗に反するものでない限り認めなければいけないというふうにも思っていますけれどもでは SNS が怖かったら具体的に行動してみよう勉強してみよう本を読んでみようみんなで本当に気軽に話し合えるメンバーで賛成でもいい反対でもいいから話をしてみようという。 この動きアクションを続けていくことですそして本田先生もおっしゃってましたけども意見をちゃんと自分の考えで話すことと皆さんがこれから基地問題に限らず人生の中でどうしようこれ絶対ダメかもしれないと思ったことは絶対に諦めないことです諦めないためには角度を変えて物事を捉えてみること角度を変えて考えてみること自分にそれができなければ誰かに相談してみることです。 私だって、ねあの、先山さんに相談したり、本田先生に相談したり、当たり前に64歳の私でも、そういうことを相談しながら、今、できうる解決方法を探そうという動きは続けることができるはずなんです。ぜひ、そういうことを動かして、諦めず、未来につないでいってください。そして、僕がいつも考えているのは、未来のことを考えることです。今も大事だけど、未来のことを考える。皆さんの未来も考えよう 街の未来も考えようそして小学生や子どもたちがにぎやかに遊んでる公園でその子たちを見た時にその子たちの未来のことを考えようという前向きに次のことを考えようという時に絶対に誰もマイナスのことを考えないはずなんです自分がプラスのことをするために自分にとってプラスとは何だろうという未来のことを考えていくと多分ワクワクしてくると思います一緒により良い未来のためにワクワクすることをみんなで一緒に考えてアクションしていきましょう 今日は本当にありがとうございました二宮デビューさんお三方とも本当に素晴らしいお話をありがとうございましたえ私がですねあの沖縄のこういったいろんな節目に立ち会わせていただくたびにですね思い出す言葉が一つあります 2016年にです、ね、沖縄のウルマというところで女子大学生ではないんだけれども20歳の女性がですね強姦殺人にあったという事件があるんですねでその後にあのに沖縄県民が本当に怒ってです、ね、県民大会をやってそこでやっぱり同じく大学生の年齢だった、まあ、大学生だったんですけれどもこの女性がです、ねまあ、登壇をして生にまつまた会なんですけれども。 加害者というのはもちろんその犯罪をやった人が加害者なんですが第二の加害者は誰なのか本土の人たちが第二の加害者ですよと。 そういういいことが起き続けている沖縄において、えー、それをずっと放置し続けむしろそれを強化するような基地を作り続けている本土のあなた方が第二の加害者ですよと今日、まあ、この登壇している私たちの中で二人は加害者じゃないけれども私も本田先生も加害者なわけですねで皆さんの中も何人かは加害者じゃないかもしれないけど大半95%以上の方は加害者なんですねこの沖縄に対するそういった中で、えー、じゃ何もしないということは加害者であり続けることでありじゃ何ができるか いるのかというところに戻るわけなんですけれども先ほど来たくさんのヒントをうちなの仲間からもいただきましたし今日もですね実はたくさんのボランティアの方にもお手伝いをいただいているんですが高校生の 方もここうういうところでボランティーをやりたいといいっててうことで、えー、来てくださっています、えー、ぜひですね、あのーまあ、いろんな機会で、えー、例えば学校の中で今日龍谷大学とっても大きな大学ですけれどもここの会場に来られているのはあ100人とか200人だと思うんですが他の仲間にもちょっと話を聞いてもらいたいからあもう5人でも10人でもいいからちょっと勉強会やってみようよとかですねじゃ龍谷でやったから他の大学でこういう会に知事呼んでみたい、ね、大学で呼ばれたら知事絶対行きますよね大学で学生いっぱい集まったらねほら <laughs> うんと言いましたからじゃあ他の大学で今度はどこの大学でやってみようかななんていう感じでですね企画していただいたりどんなちょっとしたことでもいいのでまずは自分たちは加害者で。 あるという面があるんだということを認識しながら、あ少しだけでもです何かできることを今度の人間としてやっていけたらなということを折に触れ思っています。そんなことがあもし何人かでもそうだねというふうに思っていただけるような機会になれば、あ今日の会とても良かったのかななんてふうに勝手に振り返っております。残念ながら時間がだいぶ過ぎてしまいましたので、こちらで今日は終了とさせていただきます。ぜひ今日の会についての皆様のご意見、コメント、アドバイス、ご批判等 いいただければと思いますお手元にアンケートの用紙が配ってございますけれどもこちらから書いていただいて提出でも構いませんしあるいは QR コードを載せておりますのでスマホで読み取ってですね QR コードの方からアンケートをお答えいただいても構いませんのでぜひメッセージをいただければというふうに思います知事にも全部お伝えをしまして頑張っていこうというようなそんなコメントでも大歓迎ですのでぜひお寄せをくださいお願いいたします他連絡事項等特になければ これで本日の玉城デニー知事、トークキャラバン、in 龍谷大学を終了としたいというふうに思います。改めまして、3名の登壇者の皆様に拍手をお願いいたします。ありがとうございました